はい、こんにちは、カーパパです。今日はね、なかなか珍しいところにいます。こちらが長瀞の駅前になりますが、まあ、駅をずっと、正面まっすぐ道を行くとですね、はい、山が見えてきました。今日は宝登山に登ってきたいと思います。なんかね、駐車場もね、駅前苦労して置いたんだけど、この参道付近にいっぱいありますね。で、だいぶ空いてるようです。宝登山神社、はい、正面の大鳥居ですね。いや、紅葉綺麗だね、これ。はい、10時7分、こっちから登ってきます。宝登山の概要ですが、埼玉県長瀞町にある山で、標高は497メーターです。山麓に宝登山神社を擁します。宝登山ロープウェイを使えば山頂まで約15分で到達します。山頂駅付近には梅園、老梅園、宝登山小動物公園などがあります。小さいお子様連れでも安全に楽しく登れる山です。はい、ここでね、あ、こっちがロープ駅だね。ロープ駅との分岐がありますけど、こっち行きます。宝登山頂まで1時間だって。はい、行ってみましょう。基本的にこれ登山道っていうか車道だね。お、休憩スポット。あ、こっから見えんだね、街。これは長瀞？長瀞だね。ここいいね、眺め良くて。あのね、昨日実を言うと三ツ峠登ってきたんですよ。で、山梨県内で一泊して長瀞の宝登山に来たんですが、あの、以前ね、僕クレー射撃やってましてね、練習で長瀞の射撃場に何回か来てたんですよ。で、その都度宝登山の看板を目にしてたんで、まあ存在はしてたんですけど、まあ登ろうとは思わなかったですね。ただね、登るきっかけはちゃんこつパワーさんっていう、まあ、山登りのチャンネルがあるんですが、ちゃんこつさんの方で、まあ、宝登山登ってね、で、その時期は老梅の時期だったかな。でも楽しそうな感じの山登りだったんで、まあ、その時の光景が忘れられなくてね、今日来てみました。まあ、すぐ下に町があるってことから、まあ、町の喧騒も聞こえてきますし、なんかさっきね、運動会のドンドンというような音も聞こえてますし、まあ、ちょっと安心して登れる山ですね。ああ、嫌いな階段だね、これ。お、開けた。あ、ここはちゃんこつパワーの動画でも出てたとこだね。
あ、レストハウスなんだ。レストハウスがあって、あ、奥がロープウェイの山頂駅ですね。ちょっと一回見てみようか。はい、駅のね、裏手を回ると、あ、こっちはいいね。何か買ってきたの？味噌ポテト？梅100貫。ちょっと登ってみます。でもね、何も咲いてないけどね。うん、季節が全然関係ねえもんな。花が咲いてるんだけど仕方ない。今日はね、枝を見に来たんで。風流だろ、枝を見に来たって。松尾芭蕉風で。何もないかと思ったらね、上に四季桜。あれあれ、ロープやったらさ、5分ぐらいしか登ってきてないんだけど、これ山頂？あ、これが山頂なんだ。へえ。こんな感じです。はい、三角点。まあ、そういうことでね、おにぎりも何も持ってきてないんで。今日はね、このまま降ります。奥の院だっけ、寄ってくの、うん、な、うん、じゃあ奥の院を覗いて戻ってきましょう。はい、ここから先はね、奥の院だって。まあ、狛犬はね、狼ですって書いてあるんですよ。でね、先日かの有名な三峯神社に行ったんですけど、その時にね、やっぱり狛犬が狼だったんですよね。大和たける伝説の、まあ、最たるものがそれなんですけど、ここもね、やっぱり三峯神社に近いし、まあ、大和たけるの闘争っていうんですかね、征伐の時にまあ立ち寄ったと言われてるようですね。あ、なるほど。あ、犬じゃねえよ、これは。あの、ウルフだね、ウルフ系、千代の富士みたいな顔してる。ご苦労様です。はい、どうもありがとう。ありがとうございます。宮から何気に降りてきたら、お猿の国鹿園だって。あれがそうか。まあ、登ってきた道と基本的に違う道行きたいんで、
ここを降りましょう。宝登山小動物公園。小動物って基本的に可愛いの真っ赤だね。あれなんだ、一瞬ココナちゃんかと思ったら違うわさあ動物園っていう年でもないんでこのまま戻りましょう。基本ここまでやっぱ車で来れんだね。うん、登山口戻ってきました。ちょうどこっから出発して2時間20分ぐらいかなね。上で特に食事とかもしなかったんで今から良くなってくんだろうね、この神社のあたりはね。うん、素晴らしいですね。人もね、まあ、今お昼ぐらいですけどどんどん増えてます。混まないうちに帰りたいと思いますはい、今日は宝登山を登りました。はい、今日もね、動画をご視聴いただきましてありがとうございました。カパパでした。